RSK SDGs プロジェクト瀬戸内から未来へ。このコーナーでは SDGs に積極的に取り組む学校や企業、個人や団体を紹介していきます。 SDGs とは持続可能な開発目標の略称で、17の目標を掲げています。飢餓をゼロに、作る責任、使う責任、気候変動に具体的な対策をなど、いろいろありますが、今回は海の豊かさを守るための取り組みです。今、海洋汚染などで問題となっている海ごみ、その 40% 以上を占めると言われる漁業廃棄物を削減するべく再利用する取り組みをご紹介します。こちらは香川県まんのう町にある上工芸山田です。こんにちは、上工芸山田の山田です。どうぞよろしくお願いします。山田さんが取り組んでいる SDGs とは？こちらです。取り出したのは国の伝統的工芸品、丸亀うちわです。このうちわ、渋うちわいまして、このよく見たら中にこの漁網が入ってるんです。漁網とは漁師さんが魚を捕獲するときに使用している網のこと。で、実際漁師さんが使ってた網で、もう使い古しの、もう廃棄処分する、その網を漁師さんからもらってきて、でこのうちわの中に入れました。江戸時代から続く伝統工芸品、丸亀うちわの材料として処分するはずの漁網を再利用する、これが山田さんが始めた新たな取り組みです。きっかけは、海洋ごみ問題の話を聞いたときに、漁網ロープが、約4割強という、一番多く海洋ごみになっている話を聞いたんで、以前から渋うちわは網を利用してましたから、じゃあそこに実際も処分される網を利用してみたら、少しでも環境問題にプラスになるのかなと思い、制作してみました。山田さんの会社は、うちわや扇子など紙を使った製品のデザインや印刷、製造を手掛けています。これが今の、うちわの張り木です。かつては職人の手で一つ一つ作られていた丸亀うちわですが、現在の主流は機械による大量生産。こう上にぐるっと回ってきて、ここからプレスのコンベヤーの中に入っていって、きれいに押さえられて完成です。今はこういうふうにもうプラスチックに完全に変わってますけど、丸亀うちわは約400年の歴史がありまして、やはりその歴史を見た時に、プラスチックっていうのはほんの一瞬ですし、やはり400年間続いた伝統地場産業ですから、この竹うちわというものも今後400年継続していく仕組みが必要かなと。で、やはり職人さんがもっともっと増えていってほしいなと。そういうにはやはり販売本数を伸ばしていくということが必要かなと思い、今取り組んでおります。そんな山田さんの思いを形にしているのが、この道20年の中田さんです。もう漁師さんが使っても捨てるような使い古しの網ですね。これももう捨ててあったやつですね。今は和紙の質も高いから、本来ならこう漁網を入れなくても十分に強度はあるんですけども、さらにうちわの強度を増すために入れるような形にはしてます。さらにこれは春上に藍染めの和紙を使ってますから、相当グレードが高いうちわになると思います。どんな人に使ってもらいたいですか？やっぱり希望は懐かしんで、昔渋うちわあったよねいう人ももちろんなんですけれども、若い人が手に取って案外いいかなと、思っているようなうちわを作って、もうぜひ使っていただきたい。これからの時期暑くなりますし、ぜひうちわを使ってこう風情を感じながら暑い時期を過ごしていただけたらと思います。このうちわを作ってみて、初めは漁網をリユースする
いう部分だけしか考えてなかったんですけど、まあ、よくよく考えてみると、今節電に始まり、うちわって非常に、環境問題の改善にプラスに役に立つ部分があるなというのに改めて気がつきましたので、もうこのうちわだけでなく、やはり多くの方にね、ぜひ丸亀うちわを利用していただいて、この夏ぜひ皆さんで節電に取り組んでいただけたらと思います。山田さんの目標は400年持続可能なものづくり、海洋ごみを削減すると同時に伝統工芸を守るという、その取り組みは始まったばかりです。本来であればゴミになるものを伝統工芸品に組み込んで、本当に考えられてますよ ね。新たな価値がそこに生まれるっていうのもいいですね、うん。